本社は、まあ、いわゆる特に言うアナログな線の設備と、それデジタルな線の設備と、すべての設備を設置しているということで、まあ、いろんなな線ができますよと。そこら辺が当社の強みですね。送りが自由に、で色枚数も自由に使える、そういうデザインが要望される場合はデジタルプリントに注文が来ますし、逆に言うて2、3枚もんで枚数の少ないもんでアナログでなせんしてくださいと、先さんの依頼でアナログでやる場合、デジタルでやる場合、導入するきっかけになったのは発色のインクの違い。ポリエステルでこんなシアンの色、マジェンダの色がなんで発色するのかなと、まあ言えば天然色に近いような色が発色する。それとエプソンさんならではのヘッドの違いですね。繊細なぼかしが表現できとる、繊細な線が表現できとる、これはヘッドにあるんですよね。ピエゾ方式のヘッドを採用されていることが一つの一番最初のやっぱきっかけですかね。インクとまあヘッド、これが他社とは大きく違うんだと。ポリエステルという素材とメインという素材、エプソンさんのモナリザのインクに関しては違う素材でも同じように発色がしている。これが一つのモナリザの魅力だと私は思っています。